にちは、泉ひなです。今日はですね、最近の出来事とか最近思ってることっていうかをね、語りながら家の断捨離をしていきたいと思います。ということで、じゃじゃーん、部屋が汚い。そしてまあね、ちょっと最近っていうかずっと喋れてなかったダイエットのことについてとか、ちょっと最近ツイッターとかには書いてたんですけど、結構落ちてて気分が、なんかまあそのことについてね、詳しくずっと喋れてなかったので喋れていけたらなと思います。ということで、レッツゴー。もうほんとさ、部屋の乱れは心の乱れとはよく言ったものですよ。本当に今は心が乱れている、何も頑張れないって感じかな。で、最近そのなんで落ちてたかって言われると、正直これといって理由はないんですよ。ただ私、昔から数年に一度すっごいちょっと病んじゃう時期っていうのがあって、それが多分今だと思うんですけど、なんか何も頑張れないし、なんか本当に思考停止しちゃってる状態っていうのが最近なんですよね。なんかすごい嫌なことがあったとかじゃないんですけど、なんかこういうのをやっぱ一新、気分を一新するには断捨離しかないなと思って、最近は髪の毛も断捨離したし、部屋もいっぱい断捨離して、あとはなんか人間関係も、別に全然いい人間関係を築けてると思うんですけど、なんか人との距離感を見つめ直そうかなっていう時期に最近入ってます。私ってどうしてもこう無意識にちょっと無理してるっていうか、無意識にストレスに溜め込みがちなんですよ。ただそれが本当に自分でもこう理解しきれてなくて、知らないうちに爆発しちゃったり、なんでこんなとこでってとこで爆発しちゃったりするんですよ。でも爆発するのは嫌なんで、そういう時は人との距離感をこう見つめ直して、自分も無理なく楽しい人間関係を築けたらなと思って、最近はそんな感じで勤しんでおります。で、最近私がそのずっと喋りたかったっていうのがダイエットのことなんですけど、まあ正直最近ダイエット動画を出せてないじゃないですか。で、その理由として、私もともとね、生理不順って話は多分前にも動画でしたことあるんですけど、一度多分生理前の動画っていうのを最後に出して、でもね、そっから2ヶ月くらい全くね、生理前だ生理前だってずっと思い続けて、生理が来なかったんですよ。まあでも本当にもともと生理不順なのもあるんですけど、さすがに2ヶ月以上来ないと怖いからさ、私も病院行ったら、なんかもともと私、去年か一昨年あたりに PCO っていうね、多嚢胞性卵巣症候群っていうのを診断されたんですね。で、それがちょっとこううまく排卵できない時期とかがあるんですよ。理由は割とストレスがほとんどらしいんですけど、うまく卵巣内でなんかその卵子が育ちきらずに排卵ができずにみたいな感じのやつで、そのせいで生理が遅れた時とか、むしろ不正出血がある時があって、まあ、それを一時期漢方で飲んで治してたんですけど、またね、それがまた再発しちゃって生理不順になっちゃったらしくて、だから一回その無理やり女性ホルモンを増やすかな、なんかホルモン注射をしてもらって、生理こさして、そこからねピルを飲み始めたんですよ。で、私人生でピル飲むの初めてだったんですけど、もうね、ピルを飲んだせいかホルモンバランスの崩れなのか、なんか食欲がえげつなくて、本当に毎日5食くらい食べちゃいたい勢いで食べてるんですね。とは言っても私も、まあ、ダイエットをすると公言しているからにはそんな食べれないし、でも食欲は増えるしみたいな感じ、すっごいストレスになっちゃって、しかもなぜかピル飲み始めてから毎日不正出血があったんですね。もうひどい時は生理2日目なのか今日はってくらいの量の不正出血があって、まあそれは怖くなって病院行ったんですけど、まあ1ヶ月目2ヶ月目はそういうことはよくあるから様子見しましょうってことで、まあ結局今2ヶ月目に入って2ヶ月目で不正出血は無事収まったんですけど、まだやっぱりね、食欲がすごいです。正直で食べちゃったら自己嫌悪に陥るし、でも食べないとまた無性にイライラしてしまうしみたいな感じで、結構なんかそれもあって落ちてたっていうのもありますね。どうした、こうな呼吸で、うん、かわいいね。なんかそんな感じで、まあ、正直ダイエットはなんかでもお腹空いてもオートミールご飯を食べたりとか、まあそういうのになるべくダイエットはしてたんですけど、まあだからといってやっぱりちょっと食べ過ぎな時もあったから、まあ正直今痩せてはないと思うんですよね。でも気持ちはずっとダイエット中ではあります。本当ダイエット続かないなって、ちょっともうすごいそれもあって自己嫌悪だわ。もう本当に昔からストイックな期間はすっごいストイックだし、でも何をやってもダメな時期って本当に何をやってもダメなんですよね。でもどっかで本当に切り替えないとって思って断捨離をすることに決めました。見て、これ最近買った可愛いロンティーです。なんかタインダブルプッシュっていうところでね、
友達が働いてて、ポップアップしたんで遊びに行ったんですけど、めっちゃ可愛いサトムとジェリーのステッカーをもらいました。これもジェリー、あ、トムの背景です。可愛くない？背景だって。私トムとジェリーを見て育ったようなもんだし、絵も可愛くて好きだからさ、嬉しい。これ可愛い。これで9000円くらいでした。メンズなんですけど、私は XL を、まあ、ワンピースみたいに着てます。コンビさん、お洋服着る。お洋服、コンビさん、お洋服、え、嬉しいの。お洋服着たいの。着ようか。なんかね、冷房でガクガク震えてんだから、いつもカットしてからね。ね、着るよ。そんなオーラ、オーブレしたら着れないよ。かわいい、ウサちゃん。うちのうさこです。かわいい。でも本当になんか知らず知らずのうちに無理しちゃうのは、ちっちゃい頃からの癖で、もう多分治りしようがないと思ってるから、むしろこういうのもそういう自分の性格との向き合い方を考えていくしかないかなと思って、もうそこは開き直ってます。もう仕方ない。なんかでもめっちゃ改めて思ったのが、こう落ちてたり病んでたりすると趣味を追えなくなるっていう、なんか結構きついなと思いました。だから自分のことに精一杯すぎて趣味まで手が回らないんですよ。私だって趣味は映画と宝塚とミュージカルとみたいな感じなんですけど、まあ、一番ね、その触れやすい映画に関してはまだ見れてる方だと思うんですけど、宝塚とかはもうチケットの中取ってみたいな、取って見に行ってっていうのが本当にできてなくて、で見に行けてないとどんどん興味もちょっとは薄れていっちゃうから、それでさ薄れていっちゃってみたいな。でも宝塚は好きだから追いたいんですよ。なんかもうそんな感じで結構負の循環だなと思いました。あと経済依存症をまず直した方がいいのかもしれない。あー、でも断捨離も結構時間かかりそうだな。だって今やっと机が終わったとこですよ、20分かけてはい、そしてこちらも片付けなきゃいけません。私なんとですね、小梅さんがこのね階段を伝ってベッドに登ることができるようになりました。素晴らしい。しかもちょうど1年記念日あたりくらいに登れるようになったんですよね。気づいたらベッドに登ってたんですけど、問題があって小梅さんね、自力で降りることができないんですよ。だからさ、小梅さんのおしっこを、しかも多分頑張って降りようとは思ったものの怖くて降りれなくて、我慢に我慢を重ねた末おしっこを2回大量にしてるんですよね。そのせいでちょっとベッドがおしっこだらけになってしまったので、洗濯したのでこれをセットしていきましょう。でもさすがの小梅さんも反省したのか、そっから全然ベッドに登らなくなりました。いや別にベッドに登ってくれるのはいいんだけど、降りれるようにはなってほしいよねという気持ちでありますよ、ママは。なんとか完成です。結構疲れた。ドレッサーもさ、もう上が半端なさすぎて捨てなきゃ。ふぅ、頑張ろう頑張ろう。ドレッサーってなんでこんなティッシュ溜まるんだろう。私びっくりするくらいティッシュ溜まっちゃうんだけど、なんで。ちょっとね、コスメも一回断捨離しないと。なんかもったいないじゃん。ほんともったいないお子さんなんですよね、私。だからなんか物をいつまでも捨てられないのに使わないから、結局物が多くなっていくという負の連鎖。いらないやつはさ、ちゃんとまとめてさ、誰かにあげたりとかした方がいいんでしょうな。分かってはいるのじゃ。ついにこのさ、お花アルツを使い切ってしまいました。もう気に入りすぎて、めっちゃ使ってたからありがとうございました。まあね、正直ちょっともういろいろ喋ってごちゃごちゃになってる気がするんですけど、動画の内容が、まあ、ちょっと正直最近落ちてたんですけど、もう今日これ全部断捨離しちゃって気分一新してっていうのが一番いいと思うので、皆さんもね、私と同じようにさ、ちょっと最近本当に何してもうまくいかないとか、やる気が出ないとか、むしゃくしゃするって時は、多分一旦家のものを全部捨てるっていうか、いるものといらないものに分けてね、すっきりさせるのがいいと思うんですよ。物に限らず心の断捨離っていうのも必要かなと思います。正直多分病んではいるんですけど、
あの原因、特に原因とかもうこれといってないので、まあ、そんな心配なさらず、多分今はただ気分の上げ下げが低い時っていう感じで、あんまり重く捉えすぎないのも大事かなと思っております。重く捉えすぎるともうさらにさらに私は下に行っちゃうからさ、昔からね。ね、だからちょっとこう自分で心のこう折り合いをつけるのがいいかなと思われました。もう髪が短すぎてさ、二つ結びしたらなんかもう幼稚園児みたいな感じの髪型になりますね。私よく家で二つ結びをするんですけど、あーいらないものがいっぱい。こうキズカワパッドとかどこから出てきてんのかね。ボディクリームも無駄にあるし、あーでもすっきりしてきた。なんかこう物を一つ捨てるたびに私のこのいらない気持ち、無駄ななんかこの落ち込み気分が一つ減るって感じがする。そんな感じでちょっと今日は終わりたいなと思います。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。まあでもダイエットはね、まだこれからも細くなりたい気持ちはずっと変わらないので、ダイエットは続けます。動画も出します。